DeNA 対中日10回戦、DeNA 桑原が負傷退場、自力で立ち上がることができず、おんぶされベンチへ。は？マジかよ。つったか？終わった。いや、草？怪我？肉離れだわ。滑った。野手おらんのに。桑原どうして？これあかんやつや。怪我か。まずい。また足痛めたなこれ。どうするん？桑原また滑ったんか。もう終わりやね。もう終わりだよこの横浜。外野いなくなったやん。やべえじゃん。あかんやつやん。残り野手山本。え、山本って保守だよね。誰か外野できるの？山本外野もできるぞ。怪我は見てて辛い。復帰が早すぎた。焦りすぎたか桑原。山本ファースト。控えれいか。バウアーブチ切れといいネタ提供しすぎや。もうめちゃくちゃだよ。肉離れが1週間で完治するわけないし残党と言える。無能トレーナーや無能首脳陣に潰されたな。まあ桑原もこのくらいなら大丈夫と踏んだのかもしれんけど、肉離れって結構引きずるからな。大事を取るべきだったんだと思うけど難しい。たのか肉離れなのかは知らんけど、アキレス腱じゃなければとりあえずはまあ。火中の呪い。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。